どうもこんにちは、パズルを作るの鈴木です。で今回はサウンドがこの間終わったのでスコアの計算をやっていこうと思います。あとコンボの表示もついでにやろうと思います。ではやっていきます。まずですね、テキスト表示はここにありました。こいつを使います。前々回かな、ないと言ってたんですけども、ありました、ごめんなさい。でテキスト表示なんですが、とりあえず、表示されるかどうかを見たいので、ここでピクセルテキストで表示は、00でいいかな。表示、XY 座標の後ろに文字列 S を表示するので、スコアと出してあげたいと。で色はですね、色は、白でいいですね。7、はい、とこれでやってみます。はい、出ない時はだいたい Y 座標なんで10とかしてあげる。出ないです。ピクセルテキストでいいんじゃないの。 XY に色、XY に描画すると書いてあるんですが、出てくれませんね。この辺に出てほしかったんですけど、ああごめんなさい、アップデートでやっても出るわけはないと。はい、出ましたね。ちょっとちっちゃいな。ちょっと小さいですけど、とりあえず出ました。5くらいかな。55くらいでスコアというのを出しておきましょう。ではその下に、515でコンボと。これ一緒だね。ってなってる。こんな形で、出せますね。こんな形で。で、この後に、数字を出していきます。で、まずは、コンボの表示ですね。コンボ数なんですが、コンボカウンターがあるので、一旦こいつを出しますね。これで、フォーマット。はい、これで、コンボカウンターのコンボ数が出るようになるはず。で一気に3とかになっちゃうんですけど、ちょっと一旦置いときます。でスコアですね。スコアの方は、スコアの計算をここでスコアの計算をやりたいので、まずスコアを取っておきます。で一旦スコア0なんですけど、一旦表示だけ、はいはい、こうするとスコアが0と出ると。でまあコンボしても何もならないんで、はい、おだいぶコンボした。はい、ということで、こんな形で出せます。そしたらですね、スコアの計算ですね。でスコアは、チェインのところで計算ができます。でどうやって計算するかというと、計算式が必要ですね。で、ここで1回分のスコアをここで計算して返してあげます。で、ですね、if で、ドンアニメーションしてなければ、リターン0しましょう。で、アニメーション中は0。なので、1回の消す処理について、月1回、スコアの計算が走る形ですね。
ここで一旦スコアしていきます。で一旦は100ずつ増えていく。はい、こうしてあげるとですね、今帰ったんですけど開始も足してないので、アップデートは必ず、チェーンのアップデートは必ず、チェーンのアップデートか、まあいいか、ちょっと変則的なんですが、レッドをもらって if のレッドが if レッドだったらセルフのスコアにレッドを足してあげるという、こういう形で多分大丈夫ですね。うん、はい、スコアがコンボごとに100ずつ増えていきます。では、スコアの計算に、色をつけていきましょう。コンボが多くなればなるほど、消した数が多ければ多いほど、スコアを高くしてあげたいので、まずその計算式を、書きますね。一応ざっくりは考えてきていて、消す数かける消すブロックですね、ブロック数かけることの、ブロック数かけることの、これがベースの100でかけることのコンボ数でどうでしょうか。そうすると1ベーシックに3つ消したときは、3×3×100 なんで900、最初900で、その後また3消えると900にかける2倍かかるんで1800になるっていう計算ですね。で4つ消えると1600に対してコンボ数がかかるっていうような形ですね。はい、一旦これでですね、レンのでブロック数はレングスで取れます。レンチェインでブロック数が入ってるので、レンのチェインかけることの100かけることのセルフのチェインカウンターと、チェインカウンターコンボですねこれ、こっちコンボになってるわ。コンボカウンターにちょっと直します。はい、こうするとですね、だ一個、はい、っていう形で、であとはスコアが単純にその盤面評価して4つの消せるところがあれば4って一気になっちゃうので、そこを直します。どうやって直そうかなというところは、やっぱりここですね。まあタプルを返してあげるようにします。そしたらコンボカウンターこれいらない、いやいるか、コンボカウンターは欲しいので、いいですね。でコンボカウンターを足す1する必要もここではあると、はいですね。でここで、やります。ちょっと自信がなくなってきたぞ。でコンボカウンターは今、ここで足してるんですけども、ここの足す処理をやめます。でやめてどうするかというと、ここですね、でコンボカウンターをこれ1すればいいだけか、そうですね、
タプルを返す必要は今のところとりあえずベース実装だったらないですね。はい、何かしら返ってくればこの true に入ってくる、あ、ここの if 文に入ってくるので、ここで1足してあげるっていうことすればいいはず。多分やってみましょう。これで2コンボするから、これで3コンボ。うん、いいっすね、いいですね。はいはい、できた。うん、うん、何度やってもゲーム自体は上手くならないのでコンボが続かないんですが、これでコンボの表、スコアとコンボの表示が出来上がりました。もうちょっとコンボはもっとこうデカデカと出してあげた方がいい気はするんですが、一旦はこんな形でどうでしょうか。はい、ということで、スコアの表示とコンボ数の表示をやりました。他にやることあんのかな。完成かもしれないというところで、まあ、次回まとめで、こうした方が良かったとか何かあればまとめの回をやろうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。